こんにちは、アスマ夫婦ののりちゃんです。今日は一人でお届けしています。アスマくんがおりません。台風の影響でアスマくんはまだ帰ってこれていません。まあ、それについては別の動画でまたお話しようかなと思ってます。今日なんで一人でも撮っているのかというと、今回大きな台風が沖縄に来ました。しかも U ターンしてカムバックもしてきまして、移住して2回目の台風でしたが、とっても大変でした。これから台風は九州ですとか、また新しい台風も発生してるっていうことなので、私たちの経験が誰かに届けばいいなと思って、急遽動画を撮っています。説明が多い動画なのでサクサクっと話していきますね。今日お伝えするのは台風の時にやることリストです。まず大きく1つ目、情報を得る。情報でまず大事なのは台風の規模を知るっていうことです。ヘクトパスカルっていうのをあんまり分かってなかったんですけど、ざっくりお伝えすると970以下ヘクトパスカルはまあちょっとした台風、950以下はまあまあ強め、930以下はかなり大きい、こんな感じで認識しています。沖縄の人も930に近いともう大きいっていうふうに認識をしてみたいですね。ヘクトパスカルの他に風速もチェックしているといいと思います。沖縄でいうと風速10メートルは少し風が強い日、この前の大きな台風の時は風速25メートルぐらい出てました。まあ、瞬間風速でいうと50メートル近いのもあったそうですね。だいたい普段の風速がどのくらいで、で台風はどのくらいの風速になりそうなのか、ヤフー天気予報のアプリだと簡単にわかるのでおすすめです。ただし台風の大きさっていうのは常に変わっていってますから、あくまで参考にしてください。今回ちっちゃいから大丈夫だなって思ってたら大きくなっちゃうとか長引くとか本当にあると思います。今回もまさにそうでした。あくまでも参考にする程度で準備は最大限にしておく方がいいと思います。情報の2つ目、住んでる地域の特性を知る。例えば私たちの地域では停電しやすいよとか断水しやすいと聞くよっていう情報をたまたまですけどもらってました。なので近くに住んでる人に台風の時どんな感じって聞いておくのが大事だと思います。ただし地域によってもこっちは断水したけどこっちは全然大丈夫とかすごく違いがあるので、一番いいのはマンションの人に聞いておく、まあ、マンションだったらですけどね、一戸建てだったら、まあ、隣の家とか本当に近しいところの人に聞いておくと、この家はどうなのかっていうのが具体的にわかると思います。3つ目、避難所のチェック。当たり前だと思うんですけど、今回思ったのは小さくてもいいので近くの避難所を知っておく。ただもう一つ、大きめの避難所も知っておくといいと思います。小さい避難所はそこも停電しちゃったりすることが多いみたいです。私たちの近くも結局そこからの避難指示も出ていたので、小さいところと離れてるけど大きそうなところ、例えば市役所とかそこの避難所もチェックしていくといいと思います。4つ目、鍋で米を炊けるスキル。これ情報に入るかわからないんですけど、まあ、事前知識として知っておくといいと思います。停電するともちろん炊飯器の人はご飯炊けなくなりますよね。まあ、普段からガスで炊いてるよとかいう人はいいと思うんですけど、鍋でお米を炊いたことがない人はぜひやっておいてほしいです。たまたま私は沖縄に来てから土鍋でお米を炊いていたんですけど、今回そのおかげでめちゃめちゃ助かりました。沖縄の場合ですけどプロパンガスが多くて、そうするとまあガスはほとんど止まらないですし、まあ、ガスボンベを買っておけば足りますから、お米を炊けるっていうのはすごく大事で、しかも台風になってから米を炊こうとして失敗するとこれがまたストレスなので、ぜひまあ1回2回でもいいので鍋で炊けるんだなっていうことを知っておくといいと思います。基本どんな鍋でもお米は炊けるのでぜひチェックしてほしいところです。最後5つ目、乾電池のチェックです。まあ、当たり前だと思うとは思うんですけど、何の乾電池が何本あるのか、例えばこのライトには何の電池が必要なのか、結構使おうと思ったらなかったっていうこと多いと思いますし、乾電池から漏れ出てる、なんだろう、漏電しちゃってるものもあったんですね。私たち直前になって使えないっていうことが判明すると大変なので、これは必ずチェックしておくといいと思います。大きく分けて2つ目、水道、電気、ガス、ライフラインですね。まず1つ目、台風が来る前にお風呂に水を溜めておきましょう。浴槽に半分以上をおすすめします。思わぬ断水って本当に起こり得るんですね。その予想外に台風が大きくなって、あと水はお茶碗を洗うだとか、まあ、顔を洗うとか汗をかいて体を拭きたいとか、そういう時にも何かと使えますので、飲める水ももちろんですけど、
貯蓄して何にでも使える水、これは貯めておく方がいいと思います。浴槽がない方はバケツとかでもいいでしょうし、まあ、ペットボトルでも何でもいいと思うんですけど、浴槽がある人はそのまま直接貯めておくと便利ですよね。2つ目、ペットボトルを凍らせておく。これは沖縄に来てから私たちも知ったんですけど、冷凍庫で2リットルのペットボトルとかの水をカッチカチに凍らせて入れておけば、冷凍庫はその1本で1日、または人によって丸2日カチカチで冷凍庫が保たれてるよっていう人がいます。これは本当に便利でした。冷蔵庫も2本ぐらい入れておけば、まあ、2日ぐらいはいいと思うんですけど、まあ、冷蔵庫の方は開け閉めが多いので、基本的に食材は食べきる方がいいと思います。ちなみに2リットルのペットボトルを凍らそうと思ったら一晩、本数によっては丸1日ぐらいかかるので、直前に凍らそうと思っても凍りません。台風が来ると分かった時点で凍らしておくのがベストだと思います。で、凍らしたペットボトルを停電になる前とかにセットしようとしたら、一番上の段に入れてください。冷蔵庫でも冷凍庫でも上の段にセットすることで冷気がこう循環する、下に落ちてくるんだったかな、下の方にあっても上の方は温まっちゃう。なるべく冷蔵庫冷凍庫どちらにも上の方に凍らしたペットボトルを置きましょう。冷蔵庫のものは食べきる、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、冷蔵庫はなんだかんだやっぱり開け閉めをしてしまいます。食材を使おうとか、あ、麦茶も取ろうとか、なので食材は食べきるぐらいの勢いがいいと思います。停電になっても1日2日ぐらいはさっきのペットボトルを入れておけば冷気はなんとなく保たれますけど、卵、魚、肉、この辺はなるべく早めに食べてしまうか、もう冷凍庫に入れて停電中は開けない、これがベストだと思います。ちなみに冷凍庫はパンパンに詰まってる方が冷気が保たれますけど、冷蔵庫はちょっとスカスカ循環できる方が冷気が保たれるらしいので、冷蔵庫の方は長く保つためにも食べるものは先に食べておく、これがいいと思います。じゃないと食材が腐ったものが冷蔵庫に入ってる状態になっちゃうのが最悪なので気をつけましょう。充電をしておく。当たり前なんですけれど、あ、それも充電しておけばよかったっていうのが見つかるかもしれないので、早めに対応しておくのがいいと思います。携帯はなるべくフル充電にしておくのはもちろんですけど、ノートパソコンなどがある人はパソコンを充電しておけば、そこから携帯の充電を引っ張れたりするので、すごくおすすめです。あとは蓄電式のライトとかですね、これも充電しておく。キャンプで使っちゃってその後充電しなかったっていうことが結構あると思うので、自分の家にあるライトとかは探して必要なものはすぐに充電しておいた方がいいと思います。あと私たちはちょっと知人に借りたハンディの扇風機とかも持ってたので、それも充電しておくと暑い夏の日とかは特に助かりました。モバイルバッテリーの充電も必要だと思うんですけど、1万アンペアのモバイルバッテリーで2回半とかそのぐらい充電できるそうです。また災害用で乾電池を使った携帯の充電器もあると思うんですけど、あれは最終手段と思っておいた方がいいです。充電にかなり時間がかかりますし、途中で不具合が起きちゃったりすることもあるようなので、他の蓄電式のモバイルバッテリーっていうのをしっかり充電しておいた方がいいと思います。次、洗濯をしておく。すごく大事です。主婦の皆さんは分かると思うんですけど、洗濯物って少量だったらまあもうちょっと溜まってからって思っちゃうと思うんですが、台風の前とか大雨が来るとか、そういう時には少しでも回しておく方がいいと思います。結局なんだかんだ暑くて着替えるとか、ちょっと水漏れしてタオルで拭くとか、そんなこと繰り返してるとすごく溜まっちゃいます。家は停電してるけどコインランドリーで洗えばいいやって思うかもしれないんですけど、コインランドリーもすごく混んじゃうところがあります。洗濯機を使って乾燥機を使って、で1人でも1時間ぐらいは1つの台を占領するので、待つのに結構時間がかかります。なのでなるべく洗濯物は先に回しておく方がいいと思います。次、お風呂に入る。雨が強くなってきたなと思ったら日中でも早めに済ませておくのがおすすめ。当たり前ですけど、停電したらガスを送る電気、それがつかなくなりますから、お湯が出なくなります。もちろんそしてドライヤーも使えないので乾かせないですよね。まあお風呂場の電気がつかないとかもあります。当たり前に断水したら水は出なくなりますから、これは結構早めに済ませておくのがいいと思います。
特に夏場とかはなんだかんだ汗をかくし、停電したらクーラーも何も使えなくなるので余計に汗っかきになっちゃいますから、先に済ませておきましょう。大きく3つ目、家周りの準備をしておくこと。まず1つは窓の察しを防ぐことです。そこから雨風が吹き込んできます。下のレールのところに新聞紙でもタオルでも、例えば尿取りパッドとかがいいよとかナプキンがいいよって教えてくれた方もいるんですけど、あるもの何でもいいと思います。我が家は新聞紙でした。これがないと結構大変で、水が吹き込んで床に水浸しになっちゃってたり、夜中気づかない間にそんなことになってることもありますから、すごく大事だなと思います。玄関やベランダのものは避難させておくこと。風の強い日はもちろんなんですけど、外にあるものは基本すべて中に入れる。私たちもベランダに置いてある椅子とか全部撤去して、もちろん普段から重しは置いてるんですけど、それでも動く可能性があります。動くのはしょうがないとしても、一番怖いのは飛んでいってしまって他の二次災害につながることですね。それが窓を割ってしまうとか、誰かにぶつかってしまうとか、車にねぶつかってしまうとかあり得るので、自分の身だけでなくて誰かの身を守るためにも外のものは全部入れる。これがすごく大事ですね。次、養生テープでガラスを補強しておく。これは割れるのを防ぐというよりは、割れた時に飛沫を防ぐっていうことです。特に上の階層だとそんなに物が飛んで窓が割れるってことはないと思うんですけど、多分1階とか2階なのかな、物が飛んでくるっていうことはありえなくない。米印みたいな感じで養生テープを貼っておきましょう。養生テープだったらテープ跡が残るなんてことはないので、賃貸の方でも安心してしっかり貼ってください。次、郵便受けの扉を閉める。これは玄関の扉に郵便受けがついてる方の場合なんですけどね、私たちの教訓を生かしてるんですけど、郵便受けのポストですね、そこから風が入り込んで扉がこうバタ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 鳴っちゃったんですよ。それがすごいうるさかったんですね。うるさいと眠れないとか気になっちゃうってことにもつながるので、外からはもうガムテープとかで閉めておくのがおすすめです。そしたら全然音は入らなくなりました。次、車の準備をしておく。まずは基本ですけど、ガソリンを満タンにしておくこと。ガソリンさえあれば、避難所に行くとかはもちろんですけど、充電したりちょっと涼みたいからクーラーをつけようとかもできる。あと特に軽自動車の人は軽くて飛んじゃうとか横倒しになるとかあり得る。満タンにして重くして置かせておくっていうのが大事らしいです。さらに駐車をするときにサイドミラーは閉じておく、車の耳は閉じておく。風が強いと最悪折れる可能性もありますから、抵抗を少なくしておく。またフロントガラスはもしできるなら風があんまり当たらない方向に止めておく。例えば壁があったり屋根があったり、守られる方向にフロントガラスを向けておく。そうすると何か飛んできてガラスが割れたりっていうことを、リスクを下げられると思います。次、ゴミ出しを済ませておく。これもすごく些細なことなんですけど、やっておくととってもいいと思います。台風が来たら、もちろんゴミ出しはできませんし、業者さんもね来れないですし、その後もものすごくゴミってたくさんになっちゃうので、先に済ませておくとこっちとしても業者さんにも優しいかなと思います。特に生ゴミは家にあるとすごく大変ですよね。停電したりしたらさらに最悪ですから、生ゴミこそ先に出しておくのがいいです。ただし段ボールとかペットボトル、これはちょっと取っておいた方がいいかもしれません。何かあった時に段ボールは役立つと思うし、ペットボトルも水を貯めて何かしら使うってことができるので、少し取っておくといいですね。次に4つ目、買うもの。まずお伝えしたいのは、直前に買いに行こうと思うと品切れになっていることが多い。台風だとか大雨だとか何かが来ると分かった時点で早めに買っておくのがいいと思います。その他忘れたら直前にちょっと買い足すぐらい、そのぐらいの方が買えなかったっていうことは防げると思います。まず1つは水。これは当然当たり前だとは思うんですけど、何かしら飲める分の水は買っておいた方がいいですよね。次、カップ麺。これはやっぱりすごく助かりました。最強。袋麺でもいいんですけど、結局調理が必要なので、もし断水とかになってお皿とか調理機器使いたくないっていう時にはすごく不便になると思います。カップ麺は何かあった時には食べられる程度用意しておくといいと思います。次、パン。これもすごく便利だなって思ったのは、何もしなくて食べれるっていうとこですよね。ちなみに今回の買い出しで一番品薄だったのはパン。台風がちょっと収まった時に買い物に行ったんですけど、もう開店と同時に入ったのにあと3個とか、そんな感じで、
もうその後は買えなかったって言ってました。パンはある時に買っておくのがいいと思います。次、無洗米。これは結構盲点だったなと思うんですけど、もちろん普通のお米は常にあると思います。ただ断水とかになっちゃうと洗うことができないというか、水がもったいなくなっちゃうんですね。無洗米だったらもうね、水を入れて炊くだけなので、もったいない水の使い方をすることもないですし、これは台風の直前でもいいと思うので、最低限の量だけ買っておくのはとっても便利だと思います。次、紙コップ、紙皿、割り箸とか。我が家も断水になった時に結局これに助けられました。あるとないとじゃ大きく違うと思うので、そんなにたくさんはなくてもいいかもしれないですが、少しは備蓄しておくといいと思います。キャンプに行った残りとか何かしらはあると思うので、災害用に取っておきましょう。次、ライト。これも当然あるとは思うんですけど、私たちは油断していました。大きめのライトは一つあって、でその他にもう一個人感センサーがあったんですね。それは一つトイレに置いておけたんですけど、例えば洗面所、ここに置くものが何もなかったんですよ。ちょっと歯磨きしたいなとか行く時に大きいの借りてって行くとか、携帯のライトで照らすとかになっちゃうんですね。ちっちゃくてもいいと思うので、洗面所とトイレ、最低限この2つはあるといいなって私は思いました。ちなみに地震とかで避難が必要だったら懐中電灯がいいとは思うんですけど、台風が来るって分かっている、そして家にステイするっていう条件だったら置くタイプのランプを買っておくといいと思います。そしてランプって、夜だけ使うと思いきや日中も暗いんですね。特に台風の時はもちろん太陽は見えないので、洗面所とかトイレとか家によっては真っ暗になりますから、やっぱり常に置きっぱなしにできるようなちっちゃいライト、これがあるとすごく便利でした。次、充電式の扇風機。これめちゃめちゃ助かりました。私たちは持っていなくって、停電しなかったお家から借りたんですね、お友達から。夜もちろん停電していたらクーラーも使えない、扇風機も使えない。これがあるだけでやっぱり風が通るので涼しさって変わってくるんですよ。ちっちゃいハンディのって最近よくあると思うんですけど、それで十分だと思います。もうちょっと大きくて、蓄電できるやつとかでもすごく便利かなって思いました。これはもし迷ってる人があったら、災害用だったら買うのがすごくいいと思います。最後です。その他になるんですけど、一つ目は携帯のキャリア、どこの会社かってことですね。ドコモさん、au さんとかそういうことなんですけど、これを夫婦で分けておくっていうのは一つの対策になるなって思いました。なんでかっていうと、台風の時私たち停電をしてしまって、もちろん Wi-Fi が使えなくなります。さらに携帯のネットも通信障害がかかっちゃったんです。そうなった時、もう私もアスマくんも同じキャリアを使ってたので、2人とも使えないんですよ。必要な情報がすぐ得られない、これがものすごくストレスになります。通信障害だけじゃなくって、だいたい皆さんこう停電してしまったら携帯のネットに集中しますから、そういう意味でも分散させてあげる方がいいのかなって思いました。これはあくまで私たちが思ったことなので、正しいかはわからないんですけど、今回を踏まえて私たち別にしようかちょっと相談をしてます。次、近所に友達を作る。今回の台風で一番って言っていいのがここだったんですよね。すごく助かったところです。私たちは沖縄移住をしているので、移住する前は友達が全くいませんでした。だけど、たまたま近所にお友達ができて、沖縄移住の動画見てくださってる方きっと知ってる佐藤ファミリーさん。佐藤ファミリーのお家は停電とかも何もなくって、もうすごいそれが私たちの救いだった。充電させてもらったりとか、急遽の仕事をさせてもらったりとか、単純にこう涼みに行ったりとか、話し相手になるとか、支え合えるってすごく大事だなって思いました。もちろん自分が助けてもらうだけじゃなくて、助ける側にもなれますしね。実際私たちも停電は丸2日してたんですけど、その他の地域ってずっと停電してるところも全然あったんですね。コメントでいただいた方は5日間停電してたとか、そういう話も聞きました。そうなった時に、うち停電復活したからいつでもおいでって言えること、すごくいいなって思ったので、近くに友達をピンポイントで作るって難しいかもしれないんですけど、そういう交流はすごく大事だなって思いました。次、パソコンについてです。ノートパソコンがいいか、デスクトップパソコンがいいか、もし悩んでいる人がいたら、災害に関してはノートパソコンを断然おすすめします。当たり前なんですけど、デスクトップのパソコンは停電落ちた瞬間にパソコンも消えます。
要は蓄電システムがないわけですよね。ノートパソコンは電源が落ちたとしても、一定期間使えますよね。このおかげですごく助かったのが、携帯の充電をする場所が増えたっていうことです。もちろん仕事ができたっていうこともありますけど、停電になったら多分仕事どころじゃ大体ないと思うので、まずは連絡手段が取れる携帯を充電できるものが増えるっていうことです。またじゃあ充電しに行こうとか避難しに行こうと思って持ち運ぶことも簡単ですよね。何かあった時にすぐに持っていけるっていう手軽さも踏まえて、もしデスクトップノートパソコン悩んでるなら、私はノートパソコンをおすすめします。次、これも余談なんですけど、耳栓おすすめです。普段もし騒音とかで寝れないタイプとか物音で起きちゃうタイプだったら、耳栓って結構役立ってくれます。私たちが経験した台風も風の音がものすごかったです。風速25メートルとかにもマックスではなっていたので、もう窓もガンガンビシビシとなるし、玄関もなんかガチャガチャってなるし、いろんな音がするんですね。そうなった時に私耳栓をしていたら、普段は騒音で寝れないタイプなんですけど爆睡でした。なので一つの対策として、もう100均のでもいいと思いますし、ちょっといいやつでも何でもいいと思うんですけど、耳栓はおすすめ。ただその時になっていざ使おうと思ったら、普段やってないから慣れなくて寝れないっていうことにもなるようなので、お試ししておくっていうのもできたらいいとは思います。最後、これは私たちも学びになったんですけど、ストレスとの付き合い方。まず把握しておきたいのが、自分は何に一番ストレスを感じるかっていうこと。例えば今回私がストレスを感じたのは断水です。水が使えないこと、茶碗が洗えないとか、手を洗いにくいとか、トイレをバケツに入れた水で流さなきゃいけないとかです。それが一番のストレスでした。あすまくんは一番は Wi-Fi とか電波が使えないこと。 Wi-Fi が落ちても携帯のネットが使えればよかったんですけど、ちょっと我が家はそれも死んでたので使えなかったんですね。必要な情報を得られないってことが一番イライラするってことが分かりました。ピンチにならないとそういうのってもちろん分からないとは思うんですけど、自分が何に一番ストレスを感じるかを考えておけば、最低限対策できることもある。例えば断水が嫌な私だったら、水はなるべく多めに貯めておく。電波がなくなるのが嫌だったら、携帯のそのキャリアを変えるとか、避難所とかを調べておいて電波が使えるところに行くとか、寒暖差、暑かったり寒かったりっていうのが一番ストレスになるんだったら、寒いんだったら布団をね多めに持っておくとかはできますし、暑いのが嫌だったらそのハンディの充電式扇風機を備えておくとかもできますね。もちろん全部対策できるわけではないんですけど、自分がどこにストレスを一番感じるかっていうのを知っておくのが、不要なイライラを避けるのにはすごく大事かなと思います。以上で私たちが今回沖縄移住においてめちゃめちゃでっかい台風から学んだ経験でした。これが少しでも多くの方に届いて、災害に対する対策ができたらいいなって思ってます。もちろん地震だったり、いつ来るかわからないっていうものも多いとは思います。ただ台風で言えば近づいてくるかどうかっていうのはわかると思うんですね。規模だとか、本当に準備が大事っていうことが分かりました。なんとかなるし大丈夫、もちろんその気持ちも大事なんですけど、プラスアルファ、準備もあるし大丈夫になったら完璧だと思うんですね。自然災害は抗えないので、うまく付き合っていくしかないんだなっていうことが分かりました。でも今回沖縄の方の対策っていうのを見させてもらって、これだけ大きい台風だったにもかかわらず被害はかなり食い止められているのかなって思います。準備の大事さっていうのはすごく感じたので、誰かの役に立てばいいなと思います。やることリストっていうのを一覧にして置いておきますので、必要であればスクショとかを撮ってぜひ役立ててください。ではこれで今回の動画は以上になります。今日もご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。